こんにちは。こんにちは。何してるんですか。あ、バスケしてて、ちょっと飽きたんでこれやってました。なんか恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。お二人はどんなご関係なんですか。あの方はお姉さんですね。あ、私の。あ、兄弟です。あ、兄弟なんですね。あ、カップルなのかな。違うです。俺はまさかこんなブス。おい。何の取材してるんですか。あ、笑ってこらえて。失礼ですけど、おいくつなんですか。私は15です。15歳。18です。18、はい。二人とも高校生。あ、社会人です。あ、社会人。弟さんすごいイケメンですね。なんか、おい、やだ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 。これ自慢話。ああ、え、なんかあるんですか、自慢話。いや、中学校の時、はい、10回くらい後輩の子に告られたことがある。めちゃくちゃモテてるじゃないですか。その中で3人しか OK しない。でも結構 OK しましたね。お姉さんとしては心配じゃないですか、その弟さんが。いや、心配ですよ。心配です。相手の子が大丈夫かなって思います。今は恋人はいるんですか。あります。これいるな。今の彼女とはいつ付き合ったんですか。昨日です。はあはあ、昨日。昨日です。それはどちらから。向こうから。それも向こうからですね。はい、告ったことはあまりないです。1回くらいですか。なるほど。ちょっとなんかイラッとしました、ね、イラッとしますよね。姉の私でもイラッとしますよ。